はい、皆さんこんにちは、ノートでございます。ということでツインステッドワンダーランドのね実況をやっていきたいと思います。まあ振り返りということでやっていきましょう。まあプロローグからねやっているんですけども、まあ前回ね、からまあ久しぶりにやっているというわけでございますけども、はい、まあ前回なんかねそのドワーフ鉱山の中に化け物がいたんで、そいつを退治してなんか魔法石を取ろうっていうところで、まあみんなで協力して戦おうっていうことになりましたということでやっていきましょうか。続きやっていきましょう。はい、プロローグ17京都ファーストやっていきましょう。メインですね、ドワーフ鉱山、鉱山入り口ということでやっていきます。いやい化け物こっちなんだぞ。そう、結構ねその怖い化け物なんだけど、俺はビジュアル結構好きなんだよなって前回にもちょっと結構言ってるな。確かにこっちはね、俺らはまあ魔法石が必要だから、まあ、しゃあなくここ出てって行ってるけど、この顔のない怪物からするといい迷惑なんだろうな。多分自分の私物を、俺らが奪おうとしてるから、それを守ってるだけなんだと思うんだよねだから本当に向こうから視点からすると俺らが敵だからね。本当に俺らから視点からするとこいつが敵だけど、本当にね、なんか悪いのどっちってかあの客観的に見たらあれどっちなんだろうってなっちゃうね。どうする？こっちだ化け物、ここまでおいて。勇敢だ。あんなパンチ当たったらひとたまりもねえんだぞ。石が砕けそうなパンチなのか、というかここに隠れミッキーあるわ。ここなるだけ洞窟から引き離そう。ギエー怖いこれ一応主人公がね立てたあのあれらしいよ、作戦らしいんだけどね。だいぶ洞窟から離したんだぞ。よし今だ、お願いします。オッケー任せ、行くぜ特大トップ。なんだグリム様ファイヤースペシャル。ふんなー、あーなるほどね、火で火で風で火の火力上げてフラスコの化け物を倒すって感じか。まあ、このドロドロがねなんか燃えそうな雰囲気あるもんね。どうよグリムのしょぼい炎も、俺が風で煽ってやればバーナー並みの火力だぜ。しょぼくね、本当にお前一言多くてムカつくんだぞ。炎の竜巻でモンスターがひるんだ、今がチャンス。来たぜ。落ち着け、よく狙うんだ。俺が知る中で一番大きく重たい。いでよ大釜お箱だもんな大釜でもね、こんなデュース、こんなんて言うと失礼だけど、ね、これ、このデュースくんが、ね、もう後に成長して、なんとね、あの魔法を手に入れるわけで、自分固有のね、魔法を手に入れるって考えると、めちゃくちゃ成長したよね、本当に。やった！うまくいったんだぞ！おい、見てみろ。お？化け物がさっきのエースみたいに、大釜に押しつぶされて、ぺったんこになってるんだぞ。さっきの俺みたいってのは余計だっつの。ったく今日はマジいいとこなしじゃん。あいつが足止めを食らってるうちに魔法石を取りに行くぞ。お悪いな、お前は悪くないのにでも俺らも退学がかかってるからな。必死なんよドワーフ鉱山内部。おー、こんなんだっけ。あったぞ魔法石だ。
つもう重しを押しのけそうじゃん。ファイデュース、もっとなんか乗せるんだぞ。重たいもの？いでよ、大釜。あとは、大釜。まあ、テンパってんな。それから、大釜。さすがにそれだけ乗っけたら動けんだろうよ。お前、大釜以外に召喚レパートリーないわけ？うるせえな、テンパってんだよ俺だって。魔法石はゲットした。つわかるんだぞ。了解。確かにこの辺のなんかついてる宝石の色とは全く違ったね。なんかこう虹っぽかったというか、確かに高そうだなっていう。To be continued。 あいつさ、まだ死んでるわけじゃないからどうなんだろうね。今後出てくることがあるのかなっていう。よく考えたら絶対どっかで来るわ。なんかね、ラスボスまであるわな。ラスボスまであるわ。はい、ということで次やっていきましょうか。さあ、プロローグ18、終着チェイスやっていきましょう。ドワフ鉱山内部。魔法石はゲットした。つわかるんだぞ。これ火の魔法を使ってどういう風に取ったんだろうな。ひっついてたからちょっと溶かして取ったって感じか。了解。帰るべ。ドワーフ鉱山静寂の森。嘘だろ、あんだけの重しを全部押しのけて追っかけてきた。ああ、執着ってそういうこと。いやでもな、ボス級からするとこいつが一番なんかビジュアル的に怖いような気がするな。怖いっていうか、まあ人間体じゃないっていうのもあるけど、人間体じゃないっていうか、まあ人のあれがないから、顔がないからっていうのもあるけど、本当になんかボスだなっていう。でもだいぶ弱ってる。今ならこうなったらやるっきゃない。だろうじゃん。知りんじゃねえぞ、真面目くん。お前こそ俺様の真の力見せてやるんだぞ。俺ら4人ならいける。まあ戦闘はまあカットだわな。ドワーフ鉱山静寂の森。あ、そうか、倒すんだっけ。あ、全然記憶なかった。いやー、そうか なるほどな。よっしゃー、やったー。勝利のハイタッチなんだぞ。いや、全然魔法習ってない割に倒せたからさ、これすごいことよな。イエーイ。みんなすっかり仲良しだね。雨降って地固まるってやつかな。違う。別にこれはそういうんじゃない。そう、変なこと言わないでくんない。俺様が大天才だから勝てたんだぞ。素直じゃねえの。力を合わせたから勝てたわけじゃねえんだぞ。って言い訳すんのもダサいか。悔しいけどお前の作戦勝ちかな。ああ、お前が落ち着いて指示を出してくれたからこうして魔法石を手に入れられた。これで退学させられずに済む。
当に良かった。みんなが協力してくれたおかげだよ。みんなが無事で良かったよ。はいはい、良かった良かった。マジくったくたのボロボロ。早く帰ろうぜ。いっぱい魔法を使ったら腹が減ったんだぞ。ん？これなんだ？さっきの化け物の残骸か。ああ、始まりだ。これがね、もうこっからスタートしてんだから、もう何個目だよって話だよね。そうそう、これ食うんだよ。あく、ああ、言っちゃった。魔法石？いや、でもこんな石炭のように真っ黒な石は見たことがない。クンクン、なんだかこれすげえいい匂いがするんだぞ。嘘だ。あいつが隠し持ってたアメちゃんかもしれねえんだぞ。うー、我慢できない。いただきます。グリム君が美味しそうに感じるのはなんでなんだろうな。まあ、何か関係あるんだろうけど。本当に食べた？こら、ペッしなさい、ペッ。おい、大丈夫か？ああ、そんなもん拾い食いするから。うまーい！え？まったりとしていて、それでいてコクがあり、香ばしさと甘さが舌の上で花開く。いや、そんな見た目してなかったけどね、ただの石なんだよな。まるでお口の中が花畑だぞ。やっぱモンスターって俺たちとは味覚が違うのかもしれないな。というか、落ちている得体の知れないものを口に入れること自体ほとんどの人間はやらない。本当に大丈夫かな。モンスターって雑食なんだ。ああ、ビミビミ。心配しなくても、俺様はお前たちと違ってそんなやわな腹はしてねえんだぞ。まあ、後で腹下して泣いても知らねえからな。さあ、気を取り直してこの魔法石を学園長に届けに行こう。うす。To be continued。まあ、なんとかね、手に入って帰ってよかったね。なんかもうレベルが、なんだろう、入学したての1年生とは思えない感じだよね。こっからの付き合いになってくんだから、本当に長いもんよな。もう、感慨深いわ。ってことで、次行きましょうか。はい、ということで、反省ミラクルやっていきたいと思います。プロローグ19でございますな。鏡の間。え？本当に魔法石を探しにドワーフ鉱山へ行ったんですか？この反応。なんだ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 って感じだよな。え？ね？いやー、まさか本当に行くなんて。しかも魔法石を持って帰ってくるなんて思っていませんでした。いや、まあ退学をこうね、そう出されたら、まあ行くしかねえべ。粛々と退学手続きを進めてしまっていましたよ。なんて野郎なんだぞ。俺様たちがとんでもねえ化け物と戦ってる時に。化け物？モンスターが出てきたんすよ。あれは一体何だったのか。っていうかね、黒い石のことについてもっと詳しく聞きたいわ。本当に本当めっちゃえぐいわ。強いわで大変だったんすけど。詳しく話を聞かせてもらえますか？学園長室。ほほう。炭鉱に住み着いた謎のモンスター。それを4人で協力して倒し、魔法石を手に入れて学園に戻ってきたと。はい。いや、協力したつが。は、認めてこうぜ。たまたま目的が一致したというか。なんだこいつ、
いい大人が突然泣き出したんだぞ。この私が学園長を務めて早20年。何歳ぐらいなんだろうね。100歳いってんのかな。なんかそんぐらいの歳いってそうな見た目してるよね。見た目っていうかなんか雰囲気あるわ。ナイトレイブンカレッジ戦闘士が手と手を取り合って敵に立ち向かい打ち勝つ日が来るなんて。協調性ないんかな。この学園のね生徒たちは。僕はこいつと手なんか繋いでいません。俺だってやだよ、気持ち悪いな。つか学院長年いくつ。私は今猛烈に感動しています。今回の件で確信しました。うん、あなたには間違いなく猛獣使い的才能がある。猛獣使い、どんな才能か。ナイトレイブンカレッジの生徒たちは皆闇の鏡に選ばれた優秀な魔法師の卵です。しかし優秀がゆえにプライドが高く我も強く、他者と協力しようという考えをみじんも持たない個人主義かつ自己中心的なものが多い。なるほどな。まさしゃあないわな。自分が一番だと思ってる人たちの集まりってことだろう。ほとんどいいこと言ってねえんだぞ。あなたは魔法が使えない。はい。ですがおそらく使えないからこそ魔法を使える者同士をこうして協力させることができた。きっとあなたのような平平凡凡な普通の人間こそがこの学園には必要だったのです。全然いいこと言ってなくね。ちょっとトゲがあるというか独白ねっていう。はい。あなたは間違いなくこの学園の未来に必要な人材となるでしょう。私の教育者の勘がそう言っています。トラッポラ君、スペード君、二人の退学を免除するとともに。はい。あなたにナイトレイブンカレッジの生徒として学園に通う資格を与えます。これはめちゃくちゃ嬉しい話だよな。もうどこに行くあてもないからな、本当に。生徒として魔法が使えないのにいいんですか。うん。ええ、なんせ私とびっきり優しいので。ですが一つだけ条件があります。あなたは魔法が使えない、魔法師としては論外です。満足に授業を受けることすらできないでしょう。そこでグリム君、君は今日魔法師として十分な才能を持っていることを私に証明しました。よって君たち二人で一人の生徒としてナイトレイブンカレッジの在籍を認めます。はい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 。勉強面、魔法の勉強面はもう全部クリーム君に渡すって感じだよね。一体俺って何してんだろう。ふないるだけ。俺様もこの学園に通えるのか。雑用係じゃなく生徒として。はい。ただし昨日のような騒ぎは二度と起こさないように。いいですね。ふな俺様。よかったよかったね。今日から一緒に頑張ろう。ふなやったんだぞ。それではナイトレイブンカレッジの生徒の証である魔法石をグリム君に授けましょう。わっ、魔法石。お、ようやくなんか見慣れた姿になったね。なんか足りねえなと思ってたんだよ、胸のあたりに。本来生徒は魔法石がついたマジカルペンを使うのが決まりですが、その肉球ではうまく握れないでしょ。特別カスタムです。ああ、なんと細やかな気遣い。私優しすぎませんか。やったんだぞ、かっけんだぞ。俺様だけの魔法石の首輪なんだぞ。色もね、オンリーワンだもんな。全然話聞いてませんね。いいですか、ご覧の通りグリム君はまだ人間社会に不慣れです。君がしっかり手綱を握って騒ぎを起こさないよう監督するように。
すげえじゃんお前、入学したばっかでもう監督生になっちゃったわけ。なるほど、お前たちの寮に寮生は2人だけなのか。つまり学園長にグリムの監督を任されたお前が監督生ってことになるんだな。前代未聞なんじゃねえの、魔法が使えない監督生なんてさ。異例中の異例か。まあもともと俺がここにいるっていうことがもう異例だからな。もうここに2つ3つ4つぐらい重なったところでって話やな。いいね、クールじゃん、魔法が使えない監督生。頑張ります。ちょっと自信ないな。ドワーフ鉱山で見せた気合はどうした。頑張れよ監督生殿。なるほど、監督生ですか。ちょうど頼みたい仕事もありますし、肩書きがあるのは都合がいい。いえ、素晴らしい。監督生君、あなたにこれを預けましょう。ミッキーがね、映ってるよねこれね。これは通称ゴーストカメラと呼ばれるものです。ゴーストカメラ。あ、そればあちゃんに聞いたことあるかも。すっげえ昔の魔法道具っすよね。すっげえ昔というほどでも5本。確かに君のひいおばあさまかひいひいおばあさまが子供の頃に発明されたものかもしれません。このカメラには特別な魔法がかけられていて、はい、被写体の姿だけでなく魂の一部をも映し取ることができるのです。魂の一部、メモリーとも呼ばれています。メモリー。そしてこの魔法のカメラの面白い点は、撮影者と被写体の魂の結びつきが深くなると、うん、写真に映されたメモリーが飛び出してくるところです。メモリーか、魂の結びつき飛び出してくる、どういうこっちゃ。撮影者が被写体と親しくなることにより写真が動画のように動いたり、はいはいはい、実体を伴って抜け出したりするようになるんです。面白いでしょう。写ったものが抜け出す、まるで心霊写真じゃないですか。ええ、だからゴーストカメラと呼ばれたそうです。まあこれをね、後に使うことになるんだけど、まだこう実際に使ったことが一度もないっていう。本当にね、代物なんだよなこれな。まだ動画のない時代、より鮮明に思い出を残すために開発されたものらしいですが、スペード君の言う通り、昔の人は飛び出したメモリーを見てゴーストだと驚き、このカメラで写真を撮られることを非常に恐れたんだとか。なんか人騒がせなカメラだな。魂が抜かれるみたいなさ、なんかそういう話もあるじゃん。そんな感じか。監督生君、はい、あなたはこのカメラでグリム君や他の生徒たちを撮影し、学園生活の記録を残してください。ラン、ラン、俺様がかっこいいところじゃんじゃん撮るんだぞ。そっか、そういうためにさ渡されたけど、そんなん撮ってたっけ。全然撮ってなかったと思うんだよな、うん、記憶にないわ。特にああいうお調子者が悪さをした時には必ずメモリーを残しておくこと、私への報告書代わりにうってつけでしょ。監督生としてしっかり周囲に目を光らせ記録を取るように。魔法師でなくても使える希少な魔法道具を気前よく渡すなんて、私の優しさ天井知らずじゃありません。ありがとうございます、やってみます。さて今日はもう遅い、詳しい話は明日にしましょう。皆さん寮に戻りなさい。では失礼します。長い一日だったな。 To be continue。 あーなるほどな、カメラ渡されて、まあ要は記録を残せってことだったけど、そんな描写全然なかったよな。
それこそね、後に使うかもっていう場面は、まあ確かにちょっとあったけど、もともとこういう用途で使おうとしてたのか。なるほどな。じゃあ、プロローグ最終かな、やっていきたいと思います。さあやっていきましょう。プロローグ20、終局プロローグということで、これでラストかな、プロローグは。プロローグでもね、20あるって結構長いよな。2回外ローカー。はぁ、あ、退学免除、力が抜けた。やれやれだね。まあなんとか一乱落、一件落着。ランララン。おお、上機嫌だな。明日から俺様もナイトレイブンカレッジの生徒なんだぞ。お前たちなんかぶっちぎって学年主席になってやるんだぞ。二人で一人の半人前の癖してよく言うぜ。ま、よかったんじゃないの。明日からは同級生だな、監督生グリム。改めてよろしく。うまくやっていけるかな。魔法が使えないくせに化け物を前に腹をくくったお前はなかなか根性決まってたぞ。認められてるわ。あの気合があればこの学校でも舐められないでやっていけるだろう。あのさ、たまに出てくるその悪語録はどうしちゃったわけ。そうか、普通だろ。ま、いいけど。そんなことより早く寮に帰ろうぜ。せっかく退学免除になったのに最初から遅刻じゃ決まらない。そういえば俺たちはハーツラビル寮所属だが、お前たちの寮の名は。オンボロ寮なんだな。俺様たちはずっと使われてなかった寮に住んでるんだぞ。差し詰めオンボロ寮ってとこだな。でもあそこゴーストが住み着いてるんだぞ。しかも汚ねえしな。本当に人が住めんのかっていう状態の中で俺たち寝泊まりしてるから。俺もそっちの寮が良かったな。毎日寮で真面目くんの顔を見なきゃいけないかと思うと嫌になるわ。それはこっちのセリフだ、サボリマエース。はいはい、退学に半べそ書いてた泣き虫デュースくん。じゃまた明日ね、監督生。あ、名前なんだかんだいいコンビかもね。俺様たちも寮に戻るんだぞ。明日からは雑用係じゃない。ついについにナイトレイブンカレッジの生徒として俺様たちの輝かしい学園生活が始まるんだぞ。あ、隠れミッキーあんだろうか、ここ。 To be continued。 聞こえるだろ、
いや、マジでかっこいいよな。いやいや、素晴らしいですな、オープニング。無限に聴けるんだよな。てか、無限に見てた時期があるんよね、俺にも。なんて曲だったっけ。忘れちゃったけどさ。あれがね、生徒たちバージョンっていうのがあるんだよな。まあ、後になるわけですけども、そこまで行くのに結構長い道のりではございますけども、そこまで行ってね、まあ、6章構えたいなと思います。はい。まあ、今回でね、プロローグ終わりになるんですけども、次回から、1章やっていきたいと思います。まあ、ハーツ W 編、ラビル編ですな。いやー、よかったね。なんとかこう、スタートラインだったというか、これが1日の出来事って本当かよって話だけどさ。ははは。いや、よかった。まあ、二人で一人、二人で一人だけどさ。まあ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 、通えることになったことって本当に素晴らしいことだと思いますな。はい、ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。